<laughs> なーイーイ <laughs> めっちゃとりあえずさきなんかなちゃうね立てようと思ったとこにさ立たへんくでさどうしようってなった結果さ手持ちになりました。<laughs> こんにちはなんかとりあえずさ上だけ着替えとけば大丈夫やろうと思い着替えた妹うんあ、そう、服あげましたこんにちは そう、服。あげて。めっちゃ喜んでくれて。ずっと着ててん。な。初めまして、お、おでこ可愛い,いよ。<laughs> ありがとうございます。初めまして。ちょっと待ってな。そう。 そうあのお話し会がさ12時まで申し込みやからさとりあえずそう昨日やりたかってんけど昨日はちょっと誕生日やったから妹の。だからちょっとと思って。 よし。申し込んだほんまに嬉しいお話か自分の誕生日の日があったので三枚申し込みましたおお。待ってますね待ってます待ってますお話か申し込んだありがとうございます。見先にはまだあげれてないねまだ変えてなくて。そう見先と生年月日全く一緒で。 なあコハタンコハタンなあなんかびっくりしてえってなってそうショールーム行ったらみんな集まっとって7期なんかなあ最後なあ配信が終わる前にあんじゃ8位になってんやんか壇上上がれたのにさもうちょい早くなあ星投げとけばよかったと思って こんにちは。ねえ。今当時のお話かえどこでもするい,いや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 出来品からな。なあ。あ前でもびっくりしちゃって。そうちょっと間に合わへんかってんなたんたんの。えしい、そう二十五位やってすごい。なあ男女ギリ乗れてんけど。 終わっちゃった時やったからおはようございますえ、十時に起きてやんずそう、そっからあ、ゆいせんとあかんのになって思いながら用意せず <laughs> とりあえずツイートをしてあのー、急いで用意をし 今すみません遅れました <laughs> 申し訳ない土日も仕事なので大丈夫な日だけ申し込みましたもありがとうございます巨長と仕事休みの日でよかったあ仕事休みの日やったんやよかったよかったこんにちはこんにちはおはようございますおはようございますおはようございます ななんじゃない雪ななんか昨日な雪なんか雨なんかよくわからへんなが降っててさ雪じゃないと思うねんけど雪みたいねんな今年まだ見れてなくて雪 <laughs> 締め切り時間前に配信できてよかったうんよかったほんまにそう昨日な 人はよかったたけど大体の人はがいそうやな思ってんそう申し訳ないあの本当に仕事の方は仕事に行ってくださいもう学校の方は学校にみぞれみぞれかな仕事 CM ごずい見てるってちょっ,ちょっと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 え大丈夫なんかな申し訳ないコハタンの卒業知ってた知らんかった知らんくてそう えってなったみぞれかもしれへん今日朝起きたら雪積もってたおー積もってたんやえいいなンジュ雪合戦したいンジュ美人化が止まらんようになってきたので嬉しいありがとうございますこんにちは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 えさっき雪降ってたんおンジュのとこめっちゃ晴れてんねんな なんでやろうえー、京太少し積もってるよえー、いいなあ、確かにそこまで行ったら積もってるかもしれないこんにちは、こんにちはととい傘 <laughs> それがちょっと、ちょっとねまあ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 傘ね、まあまあまつげきれ、ありがとうございます 配信見て密ら申し込みできないっす。おぉえ、全然全然。日曜日の声見に行きます日曜日って。恋ラブおぉお待ちしてます。日曜日の声見に行きますあ、呼んだな、これ。京都は雪。京都は雪降っとんや。TGC も出ます。えー、そうやねん。やねんけどさ。そう、アンジュさ。 昨日さ夜中に知ってさあれお話し会とてっとってんな TGC なあまた違う機会にユナめっちゃな感がすごくてなんか琴さんの生誕の日に卒業発表されたんですけど琴さんその時も生 講演が始まる前ににさんんん聞いててめっちゃ簡易いねんなそう,そうなんです傘忘れても持ってあの本当にあの <laughs> あんなんだけ言ってもらってたのに申し訳ないと思ってもう傘忘れたなって言えないなと思って <laughs> そうほんまに申し訳ないあそこまでさカサ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 言ってくれてたのにさもう申し訳なくて。 あの、本当になんかもう、もうこれは言われへんと思って、あの。しし黙ってました。すいません。<laughs> 雪。ああ。ああ。そうなんです。忘れちゃいます。うん。見に行かれたんですね。雪降ってたんや。 京都の雪気ほんまやってあ、降ってるってことか申し込みしてきましたおおありがとうございますふがもそれ言ってたえ、そうそうなんか最初さあのよんよあのシオンがさゆっとってさ何のことやろうと思ってさで、なんか夜中にもう一回確認してみていうかあ、待ってかぶっとうやんと思って申し訳ないよほんまにうん 僕はお母さんの手紙のえなんかちょっとなうん思ったえって思ったけどつ新人とこうと思ったけどえー、すごい小ールーム公園前の小ールームで感づきましたってすごすごいな明日の「昼公演行きます」おおお待ちしてます そうですね傘を忘れないようにあシオンシオンシオンヨンヨンそうですシオンシオンさんじゃなくてシオンシオンの方ですあの七点五規制のそうもう言っとってこんにちは。 こんにちはいやそんなそんな呼び捨てはしないですでもなんかあのチーム m になって一緒になったあの先輩方あのドラさん ロッキーの方にあの「ちゃんづけで呼べるようになってな」って言われてちょっと「うわーどうしよう」ってなってます今 <laughs> ちょっと頑張って読めるようにえー、なれるか分からへんけどちょっと頑張ろうとこんにちはお怪我しに来た間違いない <laughs> そうなみおンさんとかジオンとかこんにちはこんにちは ハ100ありがとうございます初お話、えー、待ってますね待ってます待ってますいやいやいや呼び捨てはできないんですよだからちゃんづけで呼べるようになれたらなって、ね、間違いないな まずはコトちゃんうん確かにコトちゃんコトさんコト様なあ言えたらいいんやけどうん メイメのうのがいいと思あー大好き大好きありがとうございますあまた押さえてたごめんなさい未来さんのことはみーちゃんって呼んであげて誰も言ってないからおーおーみーちゃんえー、ちょっと未来さんって言っちゃいそうまだこんにちはこんにちは後輩からどう呼ばれたえー えー、えー、今までアンジュさんしか呼ばれたことないえ全然アンジュちゃんでもいいし逆にあのアンジュなちょっとほんまにな,あなんて呼ばれたんやろえでもアンジュって呼びあの皆さんはアンジュって呼び捨てしてもらっても大丈夫なんですよ本当に。 もう何でも大丈夫です <laughs> 間違いないマイク押さえがち間違いない何かなお父さんがさ携帯立てるやつをな買ってくれてんやんか買ってこれてさ立てやすいよと思ってんけどさあの立たなかった <laughs> なん何かいい感じの角度にならへんかってさそう立てたいねんけど本当は。 立たへんねんな立つねんけど暗いねんなほらあーなんか最近のマイティからなじゃあんちゃん」って呼ばれるようになった。 えー、なんて呼ばれるんやろアンジュってあでも高校の時はジュンジュンって呼ばれたこともあるそう何かの子が「じゅん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 」って言ってくれたからなんかたまに「じゅんじゅん」って聞こえてきたら反応しちゃう時があんねんな。 えー、アンジュさんがいいかもしれへん分からへんえでも確かに最近なんて呼ばれたやろアンジュちゃんが多いんかもしれへんアンちゃんアンちゃんは妹と妹が呼んでるって話をしてんやんかマイティたちにそしたらマイティが「アンちゃん」って呼ぶようになってあの反応するようになりました「おっ」って。 じゅんじゅんって聞こえることなかなか、そう、あの、まだ、その NMB48 に入ってからは、呼ばれたことはないねんけど、高校の何人かの友達には、じゅんじゅんって。おおやっと七期の顔と名前を覚えたところやね八8期生も覚えないと。なあ、アンジも今頑張って覚えてる。 アイピーは高校の時なんて呼んでたのえ、アンジュな、高校の時アイカはずっとアイカちゃんって言っててん。アイカって呼び捨てしてって言われててんけどアイカに、できひんくて、ずっとアイカちゃんアイカちゃん言っとった。こんにちはこんにちは。先輩からなんて呼ばれるんですかえー、アンジュちゃんって呼ばれること。え、でもアンジュって呼んでほしいんです、私は。なんか呼び捨てで呼んでほしい。 あはないわ呼ばれたことよいちゃんとまだ話せてないあのさえちゃんとは話したちょっとあの高橋沙恵ちゃん確かに同期は暗示呼び多いかもしれへんでもな呼び捨てで呼ばれた方が暗示いいねんな な増えたんかな今は P うんそうピでもなピでたまに反応えどうなんやろしてくれる時もあるんかなそう今は PPI かっていう時の方が多いかもしれへん逆に IP ともあんま呼ばへんしなんか今前は呼んでてんけど最近アイか呼びかもしれん んまついてたおそう鳥天ちゃんアンジュちゃんうんうんしおんちゃんとは最近話してますかあ前話したであの会った時にピちゃんはピちゃんって呼ばへんねんないちゃんのアンちゃん呼びが好きおあんジュ逆にな めっちゃなんかいろんな呼び方してるかもしれん <laughs> アンジュおはようござい,おはようございますう逆にアイカちゃん呼びであ確かにアイカちゃん呼びで今度言ってみよう反対にアイピにはんて呼ばれてるアンジュって何か最初はアンジュちゃんやってんけどあのあのアイ,アイカって言ってって言って

そうやねそんそなマイチはなマイマイじゃないねんなマイチかマイティかマイマイち呼びかわいいなマイチなんかなんかそういうキャラクターおりそうよなこんにちはこんにちはお疲れ様お疲れ様ですあー今それやけど話が文字コーナーでどう 嬉しい。ありがとうございます。わざとじゃないね。なんかたまたま持つところにアンジュの手があんね。あー、アンジュ様も嬉しい。そう、手持ちあるある？マイピはないな。お話が初めて申し込んだよ。待ってます。待ってますね。ありがとうございます。 アン様いやーそれやったらアンジュ様がいいえケイトさんはケイトさんねええ準備って何分かかりますみんなさんアンジュは1時間ないとダメなんですよ 本当にあの髪の毛を巻く時は2時間いるんですよ私 <laughs> そうやから今日30分でできたっていうこのびっくりしてる髪の毛がなまだやってなくてあの起きてそのままやからさちょっとなあストレートしようと思ってんけどさちょっと待たせるのは申し訳ないと思って。 いじれる先輩は誰えー、まだそんななあでもなあできたらいいんやけど25分くらいお話があ,あそあなそのままやったんや申し込み30分30分すごっ準備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 3分あーでも確かに弟も早いからそうなのかもしれへん。 3分かすごいな10分あればできますってええー、10分なんか10分え一1時間やんなやっぱそれぐらいかかるよなえずな一1時間かかるよなわかるなんかな何してるのかわからへんねんけどでもとりあえずな多分曲書けんねんやんかアあ,あのー、あのー、用意するときにテンション上げるためにそれあるよな絶対 えー、すごいなそんな早いえー、2時間前にあでも分かる分かるええー、あじゃあねそうやねんなあんじも何か何分前に起きんと分かんないやろ約束してる時は2時間前か3時間前には起きとかんと。 あかんねんなって言っていつも起きられへんくてだからなあのお話し会の朝からの時がほんまにもう怖かって感じずっとこれさあの間に合わへんかったらやばいと思ってすごい怖かったもん朝からのお話し会今回さ夜やからさまだまだゆっくり起きれるやんかよかった思って。 かる時間かかるよなコーヒーとか飲みたいあなんかさそういう時間やっぱ欲しいよな,なんかさわかるわかるわかる何か朝ごはん食べる時もすごいダラダラしたもんなダラダラせえへんように頑張らんとわかんないけどそうよかったいろいろチャレンジして頑張,頑張りますありがとうございます第9部固め打ちしてますおう嬉しいありがとうございます コトちゃんの話したくて、初めて申し込みました。おお、話しましょう。話しましょう。いい、一日二十四時間しかないのに、二時間準備はもったいない。おお。ええー。まじ、なあ。なんでこんな時間かかるんやろうな。お母さんとか妹に起こしてもらうに、ね。え、そうやね。お母さん。 なんかなもうほんまにやばい時起こしてくれんねんやんかあのいや起こしてくれんねんお母さんやけどあの時間やってない時があって起きる時間をその時にうわっ,ってなる「こんにちはこんにちは」そう妹おお英,英語じゃない英語あ英語なんこれは何語やん サヤパミナとでりまらしや、デリマラシアおー Thank you <laughs> Thank you 最近コトちゃんのと、前のラブラがン間違えないえ昨日なちょっと聞いてほしい昨日さあの妹の誕生日プレゼントを変えてなくてヤンジュ変えてなかったからお母さんとあっ あの、あれもバメ届いたかなそうお母さんうんそう妹が昨日誕生日だったんですよで誕生日プレゼントが買えてないから急遽、お母さんと朝から梅田に行って買いに行ったんですよそしたらよなんかさえなんか見たことある足がい,い,いるみたいなそう 最初に足でなんか見たことあると思って。ミスター、はるかさんの、はるかさんやって。はるかさんの足やって。そう。なんか形見たことあると思って。はるかさんやって。でなんかよく、えマイティウォールやみたいな。そう。そう。信号、信号、信号、信号やってん。信号待ちしとってん。そう。で、なんか、 こっち側側とあっっちちやんかでこっちにおったわこっっちにてやんじゅうこっちにおってあっちにあっちの端っこにおってんでと思ってあれと思って見たらそうはるかさんとまいちゃってそう足で分かったそう今年二十歳になるんです私こんにちはこんにちはあマまれゴん おお、こんにちは。初めまして。akb のおーファンの方です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。可愛い,いね。でも嬉しいメタに行ってきました。話話そう。届いてた。届いてた。おおよかった。よかった。初見さんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもどうも。もう番届いたよかった。よかった。そうあったんです。そう！ そう足がいると思って足で分かってんななんかなそうはるかさんの足を見てあれと思ってそうなん何で分かったやろうな,なんかなんか見たことある足やと思ってでお母さんになんかあれと思ってはるかさんって言ったらえみたいなお母さんも感じやってで うわってなっておえ何しとんやってなって <laughs> そうふくらはぎの雰囲気で分かったふくらはぎ足の雰囲気そう本当にそう会った瞬間に「デートですか?」って聞いてもらったわんずもう。 でも今度遊ぶ約束してるんです。いつか分からへんけど、やから。もう楽しみにしときます。私は。お嬢様感で、おお。ありがとうございます。アシフェチナ、いや、違うと思う。 何フェチなやろアンジュなあ思いよって前までは「匂いいヘチ」やって自分で言いよってんけどなんか分からんくなってきてんな何フェチなやろと思ってなあ,あそう見ましたはるかさんがあのブログにアンジュの名前を書いてくださってるのを見ましたそううわー書いてくれてると思ってお話かいお待ってますね待ってます待ってますあと お十15分なんかさ口のあそれ前も口の色つけられへんかったんやお話し会申し込んできましたありがとうございます待ってますねアンジュが 男子なら誰と付き合いたいたえー、でも多分なアンジュな赤ちゃんみたいな女の子がすごい好きでそう妹がなすごいなんか赤ちゃんやねんアンジュアンジュにとってすごい赤ちゃんでなんかなんでそうなんか他にはもう赤ちゃんに見えてくんねんアンジュは <laughs> 多分なアンジュがそうなんかどうやったらいいんやろうタイプがアンジュとタイプが逆の子が そう女の子はは可愛いって何年やんか赤ちゃんみたいな女の子が可愛いからアンジュが男の子やったら多分若にゃん,んえ簡単に自己紹介してもらってもよろしいでしょうかわかりましたえっとなえっとですねあの NMB48 の7期生のアンジュ まだベアンジです。そうで自己紹介？え、新体操やってました。何年？二年、三年、四年、五年、六年、中一、中二、中三、八年かやってました。えっ、ー、とあと何や自己紹介って <laughs> ねえ。ね何やろ自己紹介。 自己紹介あ妹好きなんです私妹と栗とあとお菓子はフランスのお菓子が好きですですもう可愛いな子が好きあん時は。 自己紹介の癖が強いっていや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 何話すんやろうな自己紹介って言われてなんやろななんかなアンジェの中でなすごいあの赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃんって思う子が若にゃあやねんそうケーキはダメやねんな洋服の好みはいろんな系統を着たいなと思ってて この前ツイッターに載せてたお芋めっちゃ美味しかっったえ、そうめっちゃ美味しいあんなあの兵庫県の神戸のあんちゃん的町の南京町のところにあの食べたくてあんじゅうもう芋見たらさ芋,芋センサーみたいなのがあるからさあんじゅうの中でうわーと思ってで食べたらあの美味しすぎて芋芋がもう大好きすぎてあんじゅう。 本当にもうこれはもう変わらない食べんとあかんと思ってそう本当はもう写真撮らずに食べようと思ったんだけどお母さんに「いや撮った方がいい」って言われてそ,それで撮った時のあの写真ですだから「めっちゃ食べたかってんな」のツイッターに載ってますのでそう今のお店があったんですもうこれは食べんといかんと思ってそう。 いやいやいや,いやそんな悩まされてるのもそんなそんな大丈夫です芋けんぴあんじゃない芋けんぴより芋チップスみたいなんがあんねんやんかあのポテトチップスみたいな形の芋のここのやつあんねんやんかそれが好き芋けんぴも好きねこんにちは芋餅じゃがバターとか好きめっちゃ好き芋なんかセブンイレブンに一時期あって 見つけ次第食べてたお芋おいし,しいおいしいほんまにえめっちゃおいしいわかるえー、おすそ分けしてほしいそうさつまいもチップスっていうかうん百貨店にめっちゃおいしいさつまいも チップス売ってるよね。え。まだ見れてないわ。え、ファミマにもあんの。芋もち。芋のチップ、でも美味しい。遠くまで、阪神メダルで芋フェス、そう知っててん、知っててんけど。すっと、な、行かれへんかって。うん。なんじな、ドンキのな。焼き芋好き。 あ、なんか、お札っていうお菓子あるよな。でも、あれは食べたことないねんな、アン大学芋苦手なめっちゃ好きよ、アンもうめっちゃ好きよ、ほんとに。セブンの冷凍の大学、え、一時期めっちゃ食べてた。最近な、もうアン芋が好き、芋が好き、大学芋が好きって言いすぎてさ、あの、グランマ、グランパンチに行った時にさ、絶対出してくれんねん。<laughs> 嬉しくて <laughs>。 一時期かりんさんさが欲しいも大好きってあそそううなんかそう一時期欲しいも欲しいもがブームで回ってました芋けんぴも好き今何時えもうこんな時間やちょっとじゃあ12時になったら終わりますんでショールーム <laughs> そう用意してくれてんね ローソンのさつま芋ロール美いしいよね。え見たことないかもしれん。おしもブーム終わったな。うん、確かに終わったんかな。さつまいもの天ぷらとか。おめっちゃ好きあと10分でお話し,し締め切りなんか。おありがとうございます。ね 芋,芋好きならうちのミックスジュースのハーツ負けてないと思うあんゅめっちゃ好きよ芋もうな食べたすぎて芋がほんとにんでこんな好きなんやろななんでなんやろやばいなんかめっちゃ今さ全然関係ない話やねんけどさタピオカが飲みたくなってきた <laughs> なんかめっちゃ今日タピオカ飲みたい昨日さ あの美咲の誕生日やったからあの画像を探しとったわけ「誕生日おめでとう」っていうその時にタピオカの画像が出てきてうわ飲みたいと思ってお話会最初と最後の日申し込んだでどう待ってますありがとうございます「グラマグランパ」って昔から読ん,ら読んでるこんにちはこんにちはタピオカいや あの黒糖ミルクが飲みたいあそっかタピオカも芋からかなあの話してたっけあんじそうグランマグランパ呼びは昔からなんか最初はななんか違うもんやと思うとってんお父さん なんかもうお母さんに「あのお母さんのおばあちゃんおじいちゃんはグランマグランパって呼ん,呼んでな」ってなんか言われてたからなんかもう全員がそうやと思うとって最初えけど違うかった分かりやすいように昔からグランマグランパお母さんのおじいちゃんおばあちゃんはグランマグランパでお父さんのおじいちゃんおばあちゃんはおじいちゃんおばあちゃんで。 話会申し込めそうでもうんか今回さめっちゃ詰まっとうよなえ思わんかった日付 <laughs> 石焼き芋って来るってことうわ最近聞いてないかもしれへん。 そう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 う肉寿司え美おいしかった同いストークしたいお待ってます待ってますあパチ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 ,パチども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 こんにちはこんにちはそう呼び方分けてるんですよなあどうなんやろな二2か月でギュッとそうなあ思ったで。 そう呼ぶ時「グランマー」って呼ぶな話開始質えな思ってん今回すごいギュってされてると思って最近コンビニでも焼き芋売ってるねえいやコンビニでは見てない最近コンビニ行かへんねんな自分の誕生日の日に申し込みに向けてありがとうございます待ってますね待ってます 今何時今55分ぐらいかなお話会4月以降もあるかもああそうなんかなあんじはお話会何着るとか発表してるのえしてなくてああしてなくてじゃないした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 し,たしましたしましたあのツイッターでツイッターであのなんちょっとあんじもさよく覚えてないねんけどさ ししました一応あ五54分ありがとうございますええー、結構売ってんねんな焼きキ持ってコンビニにああそういうこと卒業メンバーがああそういうことかえっとなあジずさなんかのコスプレするって感じだよな何しようかなと思って 大体は決めてんねんけどさねえセーラームーンアンジュナ悪役のコスプレとかしてみたい一回アンジュナあのハーレイクイーンさんって知ってる コスプレがしてみたいねんけど。でもな、ちょっとそれはと思って。マナベラ、マナベラが好きです。でもな、もうな、この長さやったらできひんねんな。申し訳ない。メイドみたい。ええー。ちょっとアンジュできるかな、メイド。 そうやね髪の毛がなあの持ってないからできひんなと思って昨日調べとってんあのコスプレ、ええけどなんか難しいなと思ってニャンニャンさあの若ニャン若ニャンさ絶対さ赤ちゃん似合うと思うねんけどコスプレ赤ちゃん入ってなかった若ニャンの。 あのやつにあのお話し会で来ますっていう一覧にう <laughs> んユーミンさん来たことあるんやハーレークイーンああそういうことねあのいいお参りでしたってやつやんな中には幼稚園でどえっ あのさ、働く細胞知ってます一時期ずっと見とってんけどさあんじ働く細胞のあの結晶板結晶板やったっけあのあ,あの幼稚園児みたいな帽子に結晶板えな何やったっけ結晶板であっとんかな,なんかすごい似合いそうじゃないわかにゃもうずっと見てた一時期働く細胞 あと、化粧版でめっちゃ見てみたいねんなあれやな勝手な行動しないこと「はい」のやつめっちゃ可愛いなんかもうやっぱな、じゃ赤ちゃんみたいな子好きなんやろなそう化粧版ちゃんっていうあちゃんまでいるんかそう化粧版ちゃんしてほしい でも思ってんアイカも似合うかもしれへん決勝番ちゃんは12時なったかなワカには3月21日がシークレットなので赤ちゃんの可能性もありますおおありますかねちょっと期待を期待をしときます58分じゃあランキングをそろそろ呼びたいと思います13位の方 YOU さんありがとうございますあ 待ってくすみでそうお。大丈夫。いや、う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  <laughs> <laughs>、あ、よし。ごめんなさい。12位の方、しげやんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位の方、まことさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位の方、ゆうちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位の方、ななかまどさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位の方、 村さんありがとうございます、ありがとうございます。ナ位の方のどかさんありがとうございます、ありがとうございます。ロ位の方大吉さんありがとうございます、ありがとうございます。はい、どうごいの方タ、ツルマルミマタさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ヨ位の方高タさん、ありがとうございます、ありがとうございます。サ位の方タカマカリサン、カマカリサン、マテマス、ありがとうございます。ニ位の方タクヤんサン、タクヤンサン、ありがとうございます、ありがとうございます。イ位の方 ぽんさんありがとうございますつよぽんさんイェイありがとうございますね今日もありがとうございましたあのね今お昼やからハマナイスでおー y o u t o o y o u t o o やったっけ y o u t o o y o u t o o e ってるんか分からへん 楽しかったのでえー、ありがとうございましたではまたバイバイ12時おーありがとうございますではではこの辺で失礼をしますバイバイ